愛知県名古屋市のメインストリート、広小路通りに面したヤマハ名古屋ビル。8階にヤマハ名古屋ホールが入る。ヤマハホールは東京都中央区銀座にあるコンサートホール。1953年日本楽器ビル内にオープン。当時は2層524席のホールであり、1957年の鉄道技術研究所による。 講演会、東京大阪間3時間への可能性や、2004年の日本プロ野球選手会主催のファンと選手の集いなど、様々な催しが実施された。しかしヤマハ銀座ビルの老朽化などで2006年に一時、閉館。2010年2月26日にリニューアルオープンした。座席数は1階250席、2階83席の333席。 ヤマハ銀座ビル7階にホワイエがあり、8階がホール1階席、9階がホール2階席にあたる。2020年12月29日をもってヤマハグループ以外への貸し出しを終了した。本ホールのほか、静岡県浜松市中区のヤマハミュージック浜松店8階に、カジマチヤマハホール、愛知県名古屋市中区近1丁目のヤマハ名古屋ビル8階に、 山名小屋ホールがある。ありがとうございます。